こんにちは。いやー、おいやー、いやー、まあ、大変だぞ。大変ですよ、混戦セリーグですよ。今年、まあ、暑いなんか言ってらんないと。本当にこっちの方が多分暑いですよね。本当だよ。今年ずーっと混戦セリーグだ、はい、混戦セリーグだっていう風に言ってきたんですけれども、はい、まあ、ここに来て今上位3チームが混戦セリーグになってきました。ちょっとね、まあ、そうだね、はい、まあ、ギリギリ DeNA がどうかなって思うけどね、まあ、今現在広島カープが1、うん、で1ゲーム差で追っかける2位が巨人、はい、でその巨人を3ゲーム差で追っかけるのが阪神、今現在ですね、はいはい、そして DeNA はその阪神を 4.5 ゲーム差で追っかけるという形なので、まあ、ちょっと DeNA は苦しいけどな。苦しい。これ優勝という意味ではちょっと苦しいですよね。いや、だから、まあ、3チームで絞ってもいいや。そうですね、はい、なのでカープ、巨人、阪神、どこが一体優勝するのか、はい、抜けるのかというのを大胆予想になるんですが、はい、まあ、豊さん、ちょっとこのカープの強さ今どう見てます？カープの強さは何だと思う、はい、打つし打線もつながるしピッチャーいいし、なんかバランス取れてんのかなみたいな。俺は柔軟性だと思うんだよ。柔軟性、全てにおいての柔軟性だよ、はい、まあ、例えば野村が先発する、うんうんうん、次の翌週はその日は森が投げると、はいはい、あとは打順にしたって、うん、誰にチャンスが回ってきてもバントのサインが出せる柔軟性なんだ、はい、柔軟性があるところっていうのは変なプライドというか、はい、そういうことを取っ払ってみんなで勝ちに行くという、うん、そういうことができる柔軟性が一番の魅力かなと思うんだよね。ここから、まあ、8月、9月、10月というのはその柔軟性って大事になってくるものなんですか、やっぱり。柔軟性はめちゃくちゃ大事だよ。これはまとめて言おうと思ってるんだけど、はい、今は言うのはやめろ。分かりました、分かりました、はい、まあ、去年カープ2位だったと思うんですけども、去年のカープのその快進撃と強さと今年の強さってまたちょっと違うんですか。去年はやっぱ阪神がうまくいきすぎたな、うんうん、まあ、そういうところがあって、広島も全然悪くはなかったんだけども、新井監督が1年目だけに、まあ、4番を誰にするかとか、まあ、いろいろ悩みながら上本使ってみたりだとか、はい、まあ、いろいろこうそこら辺でも柔軟性を用いたんだけども、やっぱそこに固執するところがあって、こう打順っていうのがなかなか組みにくかったっていうのがあるんだけど、はい、今年の場合はもう居直っちゃってね。いや、いないんだったらいないで結構だと。確かに外国人2人いなかったですもんね。シャイナー使ってみる、打たなかったらもう外しちゃうと、うん、小園がいい、うん、ね、じゃあ小園を中心に考えると、うん、まあ、軸ができたっていうことは確かにあるよね、去年とは違って、うん、だから小園、よし、お前が頼りだ、で小園を柔軟にどこに置くかによって、うん、相手のピッチャーによって変えていこうと、で秋山固定で1番、2番の間、はい、この2人がまたしつこくていいんだよ。この一番がね、そうなんですよね。でショートに使った矢野、はい、これがまたものすごい成長してるというね。そうですね、開発で小園をサードにやることができてる、はい、ここら辺のそのやり方やりくり、まあ、非常にいいよね。そうですよね、うん、でやっぱりその坂倉選手がこの一番この暑い最中、辛い時期に調子上げてきたと、まあ、上げてきたな、うん、ただそのそれまでの相澤がね、うん、まあ、いいピッチャーと組み、うん、絶対落とさないような勝率を誇り、はい、で石原っていうキャッチャーも出てきてね、うん、こう3人体制が整ったと、はい、でも坂倉っていうのはもうバッティングで外せないから、うん、まあ、一塁で使ったりだとか、はい、するケースも出てくると、うん、ストレスがなくこう動いてる感じがするんだよね。特にそうですね、野手陣、まあ、ストレスは今感じてるのは末金が復帰して、うん、復帰戦初戦でホームランは打ったけども、はい、その後ちょっと調子が出てないというところが、うん、少し物足りないところでね、長打という意味ではね、まあ、だけどそれは今まで通りにじゃあやればいいだけ、もうとにかく最近ではバントのサインを出せば必ずタイムリーが生まれるというさ、はい、まあ、そういう現象にもなってるし、うん、だからみんなが同じ野球を考え、みんなが同じ方向を向き出しているという、うんうん、だからこれはやっぱ強い。それと柔軟性があるという、うん、あとはピッチャー陣も3チームの中で一番強固なんですか。やっぱね、先発ピッチャーも安定してることは確かに、うん、その大瀬良を中心にね、森下がいるし、うん、床田もいるし、うん、栗もいるという、はい、玉村っていうのもね、アドバもいます、ね、アドバもいるし、うん、だからまあそこら辺はやっぱ新井監督がやっぱ思い切って大胆起用をしながら使ってきた結果が今集大成として現れようとしているということで、そっか、
最初出だしなかなか先発勝てなかったけど栗投手、まあでも、あ、まあ、栗はまあね、うん、あの援護点がなかったとか、うんうん、まあ、いろんなことがあってもアドアなんかは、うん、やっぱうまく勝っていったよね。中継ぎも、はい、やっぱいろいろやりくりをしながら、うん、防御率がいいよね。いいんですよ、ね、打たれないよね、はい、栗林とかもちょっと危ない時があって抑えをどうするのかなと思ったらまた大事なところで使って、うん、自信を回復させるとかさ、はい、まあ、やり方はすごく新井監督は肝が据わってるな。これ今の話を聞くとどこも資格がなさそうなんですか。バランスがすごく取れてる。それともう俺が感じるのは柔軟性ということは、もうなんか今の話聞いてるとカープがこのまま優勝しそうな、まあ、そうだな勢いになってきちゃいますけど、まあ、それを巨人と阪神はやっぱり阻止したいとってなってくると、今一番近いところにいるのが1ゲーム差の巨人、はいはい、で一番この巨人と広島っていうのはお互いにこう当たる試合数を残している。じゃあ巨人はどういうふうにこれ戦っていかないといけないんですかね。やっぱ頼るところは投手力だな。あとはヘルナンデスがいなくなったという骨折で、はい、これは痛い、めちゃくちゃ痛いよ。ヘルナンデスが打線をつないでたと言ってもいいもんね。で丸と吉川っていうのは、はい、好調をずっと維持してて、うん、この維持してるやつ2人が生かされてるのがヘルナンデスだったからね、はい、だからここにヘルナンデスがいないっていうことは、うん、じゃあ3本を探さなきゃいけない、うん、じゃあ誰だって言ったらもう坂本しかいないと思うんだよ、うん、安倍監督おっしゃってましたね、うんうん、だから坂本にもう頼る。坂本が持つか持たないかだよ。まあ、8月の月間打率はすごくいいんですけれども、これを9月10月とずっと維持できるかっていうところです、ね。まあ、優勝しなかったら坂本は出る約束してるからね、チャンネルに優勝しなかったら、しなかったらね、したらじゃないんですか。したらじゃない、しなかったらなんですか、はい、どっちがいいんですか。じゃあ豊さん、いや分かんない、でも出てほしいなとは思う思うけど優勝はしてほしいですよ、ね、まあまあね、それしてほしくないとは言わないよ。一生懸命頑張ってるんだから、はい、広島だって頑張れ頑張れと思うし、うん、巨人だって頑張れ頑張れと思うけど、うん、ヘルナンデスがいなくなったっていうのは本当にでかいと思う。大きいですよね、うん、ちょっとヘルナンデスの代わりはなかなかいないよ。だから坂本が6番にいるから怖いんだって、うん、そうですよね。これが3番に上がってヘルナンデスの活躍ができるかっていうと、うん、まあ、やってみなきゃわからないけど、さらに全盛期だったら絶対やったと思う、うん、それ以上の答え出せると思う、はい、まあ、状態は今はいいけども、うん、それが出せないんであればちょっと苦しむよね。じゃあ坂本選手にかかってるという、いうことも言えるってことになってきてるよ。3番は豊さん坂本選手でいいですか、それとも6番坂本選手の方が怖いの。いや3番打てる人間がいない。一時期1番、丸選手、2番ヘルナンデス、3番吉川選手だったと思うんですけど、うん、吉川選手今3番で、いやもう1、2番 の、 あの丸と吉川のコンビっていうのは抜群なんだよね。崩せないのか、うん、いやだからそれは困る。で今モンテスも外野の守備守頑張ってるみたいなんですけど、うん、使えるんだったらいいけど、うん、あるセンターできる。いやでも やってて一応そのなんていう男気を感じたみたいなのは安倍監督は。いやそれはもうやれって言ったら誰だってやるよ出たいし、ね、出たいしね、はい、ただどうなんやろう、ちょっとそれは危険なような気もするけど、うんうん、でも危険を覚悟でやらないと、うん、ヘルナンデスの覚悟はできないんだよね。仮にモンテス選手が3番に入ったとして、ヘルナンデス選手と同じような活躍っていうのは結構難しいな。じゃあ今までヘルナンデス選手で勝ってきた野球 の、 その巨人の打線の勝ち方、これからはできなくなるっていうこと。いやだから坂本次第だっていうこと。だからまあここら辺が大きなエアポケットみたいになっちゃなければいいけどなって思ってるよ、うん、ってなると、なんかさっきのカープのやっぱ打線の柔軟性とか、うん、こう打ってきたっていうのを話を聞くとちょっと不安かなっていうふうにはかなり、うん、まあそうだね、思っちゃいます。だからまあ多少得点力がね落ちたりだとかするケースも出てくるだろうね。それは難しいよな。ピッチャー陣に関してはおそらくなんか9連戦の後から西舘投手が先発ローテ、はい、に入ってくるというのは聞いているんですけど、ここら辺で何かこう巨人のピッチャー陣に何か変化だったりとか、ここから。いやもう中継ぎはね、まあ、結構頑張ってるし、戸郷も大城と組んですごく良かったしね、うん、はい、ピッチャー陣がある程度安定していれば、うん、それは勝負にはなると思う、うん。これはカープのピッチャー陣と巨人のピッチャー陣、中継ぎも含めて先発も見たときにはどうですか、双璧というかどっちも同じぐらいって感じなんですか。粘れるのは広島かなと思う。崩れ出したら今日はダメだなって思うのが巨人だよね。そんなに力の差はないと思うね。そんなにはない、うん、あ、まあ、いい勝負だと思うよ。
投手陣、まあ、若干やっぱり広島の方がいいのかなっていうような感じはするけどね。打線に関してはこの2つのチームと見たときタイプが違うからな、うん、打線の、まあ、柔軟性からいくとやっぱ広島かなって思う、うん、その岡本がバントできるか大城がにバント出すかとか、うん、坂本に出すかとか、はい、まあ、そういうことがあるよね。あそこら辺は全部出せるから、カープはね、そうなんですね、あの新井監督はね、はいはい、さあそしてその2チームを追っかけていくのが阪神なんですけれども、はい、上の上位2チームに比べては優勝というのはどうなんですか、ちょっと低いですか。やっぱピッチャーいいよ、やっぱ。あ、阪神はピッチャー、うん、ピッチャーいいけどやっぱ打線という意味ではね、うん、ちょっと波がある。だからまあ前の動画でも言ったと思うんだけど、今はいいけど必ず落ちる時があると。落ちた時にどう粘れるかっていう、うん、でも最近エラーの失点が、うん、まあ、例えばその増えてきたりだとか、はい、バッティングが多少落ちてきてるのに、まあ、そういうことで失点を重ねると、うん、もう取り返しがつかなくなるよね、はい、だからそこら辺の辛さは出てきてるよな今。そうですよね、うん、だからチームのその状況としてね、はい、まあ、ピッチャー陣は俺は頑張ってると思うよ、うんうんうん、だけどバランスっていうことになるとやっぱり広島よりは落ちるな。巨人の打線よりかもちょっと落ちますか。ちょっと落ちるかもな、うん、でただジャイアンツがヘルナンデスを失ったからさ、はい、ここですね、うん、だからまあ双璧というふうに考えてもいいけどね。あ、阪神と巨人は、うん、じゃあカープの打線と阪神の打線見た時っていうのはどっちなんですかね。まあやっぱり広島かなと思うけどな。あ、そうなんですね。阪神も悪くないよ、うんうん、額面通りにやればこう春先からずっと調子が悪くてね、うん、まあ一旦その上がってまた落ちるとまたその春先のようにならないかなっていう、まあ、心配はあるよね。まだ持ちこたえてるけど、はい、年間通してこう安定した力を出せてないっていうのが、それが今年のバイオリズムであれば非常に苦しいということ、はい、あとはその先発投手は何とか踏ん張ってるんですけれども、はい、例えば中継ぎが桐敷投手と石井投手に頼り、まあ、去年はね、うん、キリスと石井が投げた時は勝ちゲームでしょ、はい、負けゲームでも誰かが抑えて、うん、そうですね、これを我慢しておけば阪神打線がひっくり返してくれたんだよ、はい、だから負けゲームでも中継ぎの頑張りでひっくり返すことができた、はい、石井とその桐敷以外は負けてる時に使うとそのまま失点する可能性があるから追いついていかないんだよね。そうです。だからそこが去年と今年では全然違う。まあ、例えば漆原投手であったりとか、うん、まあ、あと岩佐投手、梶谷投手とか、そうなんかこうやっぱり失点してしまうというか。違うな、はい、あとは下にいる例えば島本投手とか浜地投手とかがいつ上がってくるのかっていうのも、まあそうだ、まあ、岡田監督に言わすと甲子園に帰ってからって言ってたけどね。この前あの神宮来た時に話をしたけど。そうなんですね。やっぱ甲子園に帰ってきてからがやっぱもう本当の勝負になるなって。それまではできるだけ離されないようにひっついておきたいんじゃないの。あとはあの伊藤将司投手がこの前中継ぎでちょっと投げて、あ、ちょっと無理だな。まあ無理ですか。やっぱ左に全部打たれたの。なかなかやっぱ厳しいよ。そりゃ伊藤がいや中継ぎで頑張ってくれればって言えないぐらいちょっと厳しかったと思う。やっぱり去年優勝した中の一人に伊藤将司投手は先発でいたわけで、あと青柳投手は最後来ましたけど、うんうん、その二人が今シーズンいないっていうのもちょっとビハインドになってるあれなのかな。まあそうだね、まあ、いなくてもでもここの地位を守っててまだ上を狙おうとしてるわけだから、うん、まあ、それだけの力はあるんだよね。ってなってくるとカープ、巨人、そして阪神、はい、4ゲーム差の中に現段階ではいます、うん、まあ、最初に言ったよね、これ後で話すわって言った話なんだけど、柔軟性っていうのは戦い方に水のごとくっていう話があるんだよ、はい、水はどんな隙間でもどんなところでも入り込んでいく、はい、それと水の威力っていうのはすごいと、うん、それを持ってるのが広島なんだ。柔軟性という言葉を使わせてもらったけども、戦いは水のごとくっていう例えが昔からの言い伝えであるんだけども、だからそれに当てはまるのは広島だな。そうか、ということは広島がやっぱり優勝に一番近いところにいる。ただせき止められたら、はい、それは逆流し始めるから。そうですね。だからここら辺はやっぱこう常に柔軟性ということを戦っていけば、うん、これは広島っていうのはいくと思う。広島のさらに対抗馬になってきそうなのっていうのはこの巨人阪神だとどっちの方が強敵になってくるんですか。やっぱり巨人が試合を残してるから、はい、
はい、うん、巨人の戦い方に注意するだろうけども、はい、その間にやっぱ阪神が調子を上げて、うん、だって下位のチームと戦うわけですよ、それだと。そうですね、そこで星を落とさなければそりゃ阪神はチャンスになってくる。そのカープと巨人がこうお互いに潰し合いをしている時に、はい、阪神が下位に負けなかったらね、はい、だって広島と巨人が戦ってる時っていうのは上位2チームが戦ってて自分が3位で、はい、その下と戦うわけじゃない。そうです。だからここで、ね、取りこぼしがないようにしないとダメだよね、うん、ですよね。これ決着っていつつくんですかね。いやだから9月の中頃、はい、あ、じゃあもうあの1ヶ月後ぐらいですか。1ヶ月ぐらいで体制は整ってくるんだよ。なるほど。これギリギリまでもつれるっていうことを、まあ8月いっぱいでどっかのチームが落ちるかも。8月20日からがちょっと。だから岡田監督も言ってたように、うん、甲子園に帰ってからだって。あ、 その時はもうそうか、帰れるので、帰ってからの、はいはい、帰ってないまだ。おお、巨人、広島があって、その後阪神広島が続いてくると。まあ、広島大変だけど。広島は一番大変ですよね。もうでもどっちみち戦わなきゃいけないって考えると、うん、そこを6連勝でいったら楽勝になってくるよね。もうそこをもう総攻撃だよね。他は水のごとく柔軟に戦えれば、うん、広島は勝つよ。逆に広島が危なくなるとすると、どんな要因でうっていう風になってくるんですか。ポイントに言ってるのは、うん、高橋宏と中日か。ああ、そうですね。高橋宏と、はい、奥川、東、うん、ジャクソン、はい、だからこの4人、はい、結構な力持ってるから、ここがどこと当たるかによって、それが当たらなければスイープっていうのを考えられる。そうですね、うん、ローテーションの組み方は他のチームの、はい、これもやっぱ気になるな。下位の4チームのその今言ったピッチャーたちに当たらないでっていうふうに思うしかないですもんね。もう、まあ、そうだな、うん、まあ、巨人はやっぱ心配なのは若手もすごく使おうとしてる、はい、まあ、これはすごくいいことだと思うけども、うん、まあ、井上とか、はい、まあ、この前マタキが出てきてどちらかったけど、はい、まあ、ここに赤星が入ったりだとか、はい、まあ、他に若手を入れてくるのかも分かんないけども、うん、若手若手菅野なんだね。そうですね、だから菅野が勝ってくれてるからすごくいいけど、だからこの若手を使うときに用心しなきゃならない巨人は。でそこに西舘がおそらく多分赤星のところに入ってくるのか。ああ、そうだな、多分だと思うんです。だから西舘が勝って菅野が勝ったら、うん、それはやっぱ追っかけていくよ。でも例えば西舘投手を今シーズンって中継ぎしかやってないじゃないですか。もともと先発ですけど。いや、もともと先発、まあ、大丈夫だ。大丈夫ですか。いや、ピッチャー大丈夫、西舘は大丈夫、先発は。ただうまくハマるかどうかは別問題としてな、はい、これがハマるようだったら阿部監督すごいな。いや、そう、先見のね、なんかあれ、いや、目があるよ。ありますよね。いや、この勝負どころで、うん、西舘が、ね、先発で勝ち出したみたいななってくると、はい、そりゃ相当な先見の目だよね。ですよね、うん、で片っぽの表は山崎より戸郷とかいるわけだから。います。グリフィン、グリフィンもいる。いや、ここは3枚全部勝とうぜみたいなになってくると、はい、いや、広島と戦うのは面白いよね。確かに。そう考えると確かに今やっぱり話聞いてると前半はやっぱカープ有利なのかなって思いますけど、いやいや、まだまだ、いや、まだまだだよ、まだまだだよ。ですね。あの、それはあぐらはかいてらんない。広島の柔軟性はが嫌だなって思うだけで。そこなんですね、うん、もうここではもう絶対こいつには打たせてくるよっていう選手じゃない。絶対細かいことやって先に送ってくるよ、うん、1点でも取りに来るよみたいな、うんうんうん、っていう野球が嫌だな。ですよ、ね、今はね、うん、投稿打点だけに。そうですよね、うん、いやね、残り試合、あの、どこのチームももうね40ちょっとぐらいにはなってきたりも、ね、うん、しているので、ね、どこが抜け出すか、それとも最後の最後の1試合まで分からない。まあ、分からなかったら面白いけど。面白いですね。それはたまんないぞ、まあ、やってるのは。でもやっぱ甲子園が夏の高校野球が終わってからだよ多分勝負は。だから8月後半からですね。そうだな。阪神だって大型連敗すれば、DeNA が大型連勝したりしたら分からない。まあそこまで考えてないよ、まだ。いや、もうそんな下見てらんないよ。もう上追っかけるしかない。もう上しか追っかけてない。そうか。
1ヶ月後もしくは何週間後にこの順位がどうなってるのか、まあ、楽しみですね。楽しみですね、はい。